こんにちはみるみると言いますけども、シーズン20が来ましたけども、なんかゲームのシステムがいろいろ変わりまして、よくわかんないんでとりあえずカウントダウンへ向かおうと思います。今シーズンはシールドを強化するアイテムがあるらしいので、初動でしっかりゲットしましょう。アーマーはかなくなりましたからね、当然カウントダウンのハッチの中にはありますよね。かぶりはなしと、やや物足りないですがまあいいでしょう。今行くからな足のアイテムよ。こんにちはぬるぬると言いますけども、シーズン20が来ましたけども、でシーズン開幕とともに新しいイベントモードが追加されましたので、本日はこちらのストレートショットをプレイして参ろうと思います。よろしくお願いいたします。一人出撃可能とは気が利いてますね。センキューイエー、早くカウントダウンに新アイテム追加しろ。このモードはですね、マップを狭くして参加人数を30人にした、コンパクトなカジュアル、っていう感じのルールみたいです。スポーンする地点とかもある程度自動で振り分けてくれるらしくですね、初動ファイトとかもいい感じに楽しめそうなんですが、一人出撃してる私にとっては何の関係もありません。ただの位置とかぶりできます初動です。戦闘が起こりそうな近隣の地区へ向かいます。リップモード付近で銃声聞こえますね。いいですね。注意が必要です。おいでおいで、おいでおいでおいで。辛くなったらこっちにおいで、おいでおいでおいで。おんむやぁ。サレッパー。また来ましたよ。またやってきましたわよ。そっちか。リングに追われてますが、リングに追われてるとこですが前方に何か。お、お前その船切ったんだな。飛びだなぁ。やれやれ。飛びじゃねえじゃねえか。こんにちはぬるぬると言います。始まったな。おこぼれ救いに参ります。おいや。これ、シールドと一緒にキャラが強くなるやつ。なんでこれ試合中に選択せんといかんのじゃ。事前に選んどくとかじゃダメですかね、任天堂さん。で、終わっちゃいました。あ、まだやってた。あいつミリあいつミリ。は？今の。こっちのキルだろうが、キルパクは犯罪だぞこの野郎。許せる。ところでこの物資はもらっていいやつですよね。置いてあるってことはもらっていいやつで大したもん入ってねえじゃねえか。しけたデスボー置いてんじゃねえぞ。でさっきのキルパク班はどこ行ったんすかね。もっと正々堂々勝負しなさいよまったく。足音はしますが。よよあ、ミリシャタヨガンユルルアイガイトなんとかなりました。やはりレグナント、レグナントは全てを解決するっていうか残りに部隊なんですけど、やばいんですけど、とりあえずルート貯めてそっからチュシアガヨシアガヨっていうか強シア多い気がするんすけど、なんなんすかね。すげえ強化入ったとかじゃないですよね。個人的には無限に弱体化してほしいくらいなんですが、あ、これかー。イベントのミッションかー。余計なことしてくれてんなー。おのれいえー。